どうもこんにちは、中野敦史です。それでは2本目の動画を撮りたいと思います。2本目はロト6購入したので、その報告をしたいと思います。今さっきロト6購入したけど、結構人並んでたな、でも見てたらロト6購入する人は少なくて、やっぱりサマージャンボ購入する人が多かった。8月5日までやもんな、確か販売が。それで枚数がだいたい20枚から30枚ぐらい購入してる。やっぱりジャンボ系は枚数多く買わないとなかなか当たらない。でもロト6は努力さえすれば、継続して購入さえすれば当選はできるから、やっぱりそこが、違うとこかな。ジャンボはほんまに枚数を買わないと当たらないからな。運がいい人じゃない限りは。だから僕はジャンボ買わんねんけど。まあとりあえず、この動画はロト6を購入したっていう報告動画でした。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。